きますね。おお、すげえ。はい、閉じることもできます。ちょっとここから歯が見えてるんだね。恐竜の肌の質感もすごくリアルじゃない。うん。バンダイマニア一気モニモニモニちゃんです。バンマニ上陸リックンです。いつでもフルスロットルつぐみんです。しょうくん、私はこの日をずっと待っていた。急にどうしたの。探検隊みたいな衣装になってるけど。うん、二人にもだって被ってもらってるじゃん。ああ、そういや、被ってた。さっき急に渡されてびっくりして。これな、何？これだよ、これこれ。これ？プラノサウルス。プラノサウルス。おお。こちらのアイテムは自分で組み立てて作って遊ぶことができちゃうアイテムになっています。プラモデルみたいな。あ、そうそうそう。おお。皆さん恐竜好きですよね。うん。はい。その恐竜をこの骨格から組み立てることができちゃう、そんなアイテムになっています。骨格から。そう、これはすごいね。しかも、うん、こうプラモデルって聞くとちょっと難しいんじゃないかって思う子きっと多いと思うのよ。はいはい、はい、難しそう。あ、思っちゃう、うん、やっぱそうだよね。なんだけど、うん、このプラノサウルスは道具とかニッパーとかはもう全く必要なくって、手でパチパチって組み立てるだけで簡単に作ることができて、さらに恐竜についても詳しくなれちゃうっていう素晴らしいアイテムになってます。すごいアイテムだねこれは。そう、骨格で飾ってもよし、でこの外皮がついた状態で飾ってもよしっていう、めちゃくちゃね恐竜好きにはもう刺さりまくるアイテムになってます。確かにちょっとテンション上がってきたんだけど、うん、これやじゃん。おお、はい、このスピノサウルスをね2人に組み立てながら、はい、紹介してもらいたいと思ってます。はい、実際に組み立てていいんですね。そうです。よっと、ぜひ2人も恐竜に詳しくなってください。はい、はい、それでは早速やっていこう。バンバニ、改めてプラノサウルスは本やフィギュアでは見ることができなかった恐竜の骨格、外皮を一つ一つ確かめながら自分で組み立てることで、自分の手で恐竜を知り尽くすことができるアイテムとなっています。自分の手で組み立てることで楽しく遊びながら恐竜の秘密を発見することができちゃいます。いやー、すごいですね。作りながら恐竜のこと学べるってめちゃめちゃいいですよね。でしょ。しかもさ、2段階でさ組み立てられるってこと、うん、すごくない、うん、そう、今日は2人にですね7月29日発売予定のプラノサウルススピノサウルスを一足早く組み立てていただいて、恐竜の秘密を深掘りしていきたいと思います。じゃあ早速2人で協力して組み立てていきましょう。はい、まずはパッケージを見ていきます。もう早速テンション上がっちゃうんだけど、このイラストさ、なんかもう図鑑とかにも載ってそうなイラストじゃない、うん、そう、しかもさ、あの、うん、ちゃんとスピノサウルスの生態にのっとって、うん、もう生息地というか水辺のイラストになっててさ、うん、そういうところからまず学びがあるよね。ねえ、なんか真ん中に一体だけじゃなくて後ろにも、あ、その後ろにも水浴びしてんのかな。そう、面白いパッケージですね。陸地で歩いてる子もいるし水浴びしてる子もいるね。じゃあね、早速開けていきましょうか。はい、ちょっと開けていきます。いきますね。おお、すげえ。え、待って、骨だ。骨だね。ランナーがもう白で骨ですね。ぎっちり入ってんね。ぎっちり入ってる。他のやつどうなってんだろう。おお、こっちもいろんなパーツ入ってて、おお。組み立ての説明書がちょっと冊子っぽくなってていいよね。すごい。待って、めっちゃさ細かく書いてあるんだけど、特徴なんかさ、なんかこの形もさ見覚えあるんだけど、この開く感じ、博物館来た時みたいな。あ、それだ。めっちゃ説明書ちゃんと書いてある。面白いですねこれ。後ろにモノコマ漫画みたいなのも書いてある。どうやって歩いていた、だって。おー、こっから勉強になっちゃうんだ。二足歩行と四足歩行でね、両方組み立てられるんだ。すごー、ほんとだ。学説に基づいて、僕はこっち二足歩行だと思うなとか、僕は四足歩行だなみたいな。なるほど、はい、これは後で組み立てながら考えますか。そうだね、はい、まずこの骨格ビルドっていう骨格を組み立てるところから始めていきましょうか。はい、では骨格ビルドに挑戦していきます。横に説明書置いてあるので、これ通りに作っていきたいと思います。頑張れ。はい、説明書に豆知識みたいなの書いてありますね。ワニと似ていた、顔つきと歯って書いてありますね。骨格を見ても結構似てるところあると思うから、ちょっと組み立てながら共通点探していこうか。じゃあ最初に1番の
頭の部分から作っていきたいと思います。早速頭部から組み立てられるのがね、はい、手で簡単にできるので、はい、おおおお、すごい簡単に取れる。てか細かっ。これ多分顔の歯ですかね。そう、うお、すげえ、すごい細かく作られてますね。すごい簡単にできちゃうんだけど。あ、上手。待って、もうさ、頭みたいなのできたんだけど。どう？やば、ワニに似てるでしょ。確かに、確かに歯もさ、めちゃくちゃいっぱいあってさ、いろんな動物食べてそう。大きい口の感じとかワニに似てるよね。うん、ポイント書いてあって、うん、頑丈かつ柔軟な腹骨は水圧から内臓を守る大事な部位なのだって。ああ、そうなんだ。へえ、この A の6番かな。あ、これか。そう、これで内臓を守ってたんだね。なるほど。この穴にはめれば、あ、おお、すごい、だいぶ形になってない？あと手足と尻尾をつければ完成ですね。そうですね、ラストスパート頑張れ。ここが分岐点ですね。スピノサウルスは二足歩行だったり四足歩行だった説、二つあるんですよね、うん、いやー、俺はね、二足歩行だと思います。おー、なるほどね、はい、今日はですね、二足歩行で作っていきたいと思います。はい、これ尻尾ですね。すごい長い。これをくっつけて、おー、おー、待って、いいですね、待って、もうできた。え、そうです。で、一旦この骨格ビルドが完成したので、はい、ちょっと台座につけてちょっとじっくりね、見ていきましょうか。はい、はい、台座に乗せました。すげー、もう迫力やばいんだけど。この台座めちゃくちゃフィットするんだよね。これめっちゃさっき感動したんだけど、つけてねえ、やば。しかもさ、台座にこうやってね、文字のシールを貼れるんですよ。カタカナのスピノサウルスだったり、ちょっとね、こっちには、はい、アルファベットでスピノサウルスっていうね、シールを貼ることができちゃうんです。これさ、ディスプレイするときめっちゃかっこいいよね。これ組み立てながらさ、こう恐竜の秘密を発見するってことで、うん、なんか気づいたポイントとかあった？説明書にも書いてあったんだけど、こう見るとさ、やっぱワニっぽいよね、うんうん、歯の多さだったり首の長さだったりも結構さ、ワニっぽさがあって、なんかやっぱ水中にいたんだなっていうのを感じますね。この背中のさ、帆の部分、あー、これか。そう、そこもさ、骨になってるんだと思って。そうだね、水面でさ、活動するというか、水の中で活動するときにさ、出してたりとかしたのかな。あー、サメとか出してる。あー、なるほど、サメはね、出してるもんね。そう、だから泳ぎやすくするためなのかな。確かに水中で過ごしてた恐竜だけあって、ね、なんかね、泳ぐときに安定させてたかな、うん、ね。そしてね、このね、骨格ビルド、動かすこともできるので、はい、ちょっとさっきね、口開いたんですけどこうやって閉じて、はい、閉じることもできます。すげえ。他にもですね、ボールジョイントになってるんで、こうやってね、角度をつけることもできますし、この首のさ、すごくない、うん、曲がり具合すごっ。前足もね、このように左右ね、動かすことができますし、足もね、このように自由に動かすことができます。こうやって広げることもできちゃいます。すげえ。細かいところまでちゃんと動かせるようになってるから楽しいよね。うん、じゃあここまでね、骨格ビルドで遊んでいきましたが、はい、ここからは恐竜ビルドで外皮を取り付けていきたいと思います。はい、まんまに。はい、では次は恐竜ビルドを作っていきます。さっきりっくんが骨格ビルドを作ってくれたので、その上から外皮パーツをつけていきます。まずつける前にこの骨格を外して準備をしていきます。では骨格を外せたので、今から外皮パーツを取り付けていきます。まず最初は頭部ですね。 B2 の12のパーツを使います。お、これは、え、なんか何かわかんない。下じゃないですか。え、ほんと下じゃない、このちっちゃいパーツ。下まであるんだ、すごい。シールまである、すごい、うん、今回ピンセットでつけていきます。はい、じゃあ下を貼っていきます。はい、こんな感じで下のシールを貼れました。ちゃんとこの下のところに溝があるので、それに沿って貼ってみました。早速取り付けていきます。おお、はまった。はい、こんな感じでつきました。
どんどん息が吹き込まれてる感じするね。すごい。次は D の3のパーツですね。これにもシールを貼っていきます。目だ、すごい、目を貼るんだ。ここにありますね、目がちょんちょんって。これも自分で貼れるの嬉しい。はい、おお、はい、こんな感じで綺麗に貼れました。反対側も貼っていきます。反対側も貼ることができました。ではさっきの頭部パーツにつけていきたいと思います。お、くっついた、パチッと。お、くっつきました。次は下顎をつけていきます。下はその色なんだ。あ、これ、うん、色違うんだ。お、くっつきました。おー、すげー、すごい。ちょっとここから歯が見えてるんだね。ねー、すごい、すごい、こんな感じになってるんだ。早くも頭部完成、はい、完成しました。じゃあ次は頸部、首のところを作っていきます。お、余りました。うおー、すごい。これも下側が赤い色になってますね。次は頭部をくっつけていきます。とうとうそのパーツ。とうとう一番大きな、ね、うわ、そのパーツですね。ほだ、ほに、ほのところだ。あ、すごい、あ、すごい綺麗にはまった。今すごい、ほの中そういう風になってたんだ。ほの下の部分もくっつきました。ここでポイントが出てきました。目は顔の上の方にあり、泳ぐ時に水上も見渡せたと書いてありますね。へえ。なんかワニとかってよくあの水面から目だけ、目だけ出してたりとかするから、そういう感じになってるのかな。じゃあこの頭部と頸部、胴部を3つつなげていきます。はい、くっつきました。次は右前肢を作っていきます。足の部分ですね。外皮がついたら結構ガッチリした足になりました、うん、ね、結構鋭い爪みたいなのが現れたね、すごい。このように2つとも取り付けることができました。では前足を取り付けていくんですが、ここにもポイントが現れました。前肢の鋭いカギ爪で獲物の魚をしっかり捕まえられたんだって書いてありますね。あー、なるほど、魚食べてたんだね。魚を取る時のためのこの鋭い爪だったんですね、これ。あ、もうだいぶ完成見えてきたね、恐竜感がね、だいぶ増してきましたね。すごい。じゃあ次は右腰を作っていきます。得られました。ちゃんと足が動きますね。ね、外皮つけても動くんだね。太ももがっちりしてる。すごい、筋肉質ですね。反対側もつけていきます。はい、このように後ろ足が2本完成したので取り付けていきたいと思います。取り付けることができました。完成が見えてきました。じゃあ尻尾の部分を作っていきます。いよいよ最後のパーツです。お、勝ち、あ、つけました。立派な尻尾になりました。で、取り付けていくんですが、ここでまたポイントが出てきました。尾はワニのように縦に長く、泳ぐ際は同じサイズの肉食恐竜の8倍もの推進力を生み出したんだってって書いてありますね。8倍、8倍、やばいな。じゃあめちゃくちゃ泳ぐの得意だったんだね。うん、長い尾をうまく使って水の中を泳いでたんですね。すごい。はい、このように外皮パーツをすべて取り付けることができました。最後にこちらの帆の部分にシールを貼っていきます。はい、こんな感じで両側帆にシールを貼ることができました。じゃあまた改めて台座に乗っけて詳しく見ていきますか、はい、スピノサウルスが完成しました。やったー、かっこいいですね。かっこいいですね。さっきまであの骨格だけの状態だったんですけど、まあ、あのままでもかっこいいんですが、この外皮パーツ取り付けたらさらに恐竜感が増して迫力が出ましたね。ね、
しかもその外皮がすごいリアルでさ、うん、恐竜の肌の質感もすごくリアルじゃない？うん、すごいザラザラしてるしボコボコ立体的になってますね。ちょっとね、私あのすごい可愛いポイント見つけちゃって、ティノサウルス正面から見ると、うん、前歯2本だけ出てるのよ。ほんとだ、そこめちゃくちゃ可愛くて。確かに可愛いかも。可愛いでしょ。ちょっとなんかあの凶暴そうな感じの見た目してるんだけど、そこがちょっと愛らしいポイントというか。いいよね。うん、次はなんか外皮をさ組み立てててなんか気づいたところとかあった？気づいたところ、そうですね、さっき外皮をつける前の骨格の状態だと足の骨が結構細いというか、うん、そういうイメージがあったんですけど、この太ももの外皮つけた時にこうがっちりしてるんだと思って、この中に筋肉が詰まってるのかなっていう発見がありましたね。あーそっかそっか、はい、確かに筋肉のところは見えないもんね、うん、めっちゃ体でかいけど支えてるもんね、この足で、うん、二足歩行の場合は余計ね下の足の負担が大きいから、この太ももで支えてるのかね。歩の高ささすごくない？ 1.8 メートルもあるんだね。え、そんなにあるの？うん、しかもめちゃくちゃさ体温調節だったり泳ぐ時の体の安定させたり、うん、機能詰まってるよね。うん、しかも求愛とかにも使えんの？そうなんだ。鳥とかだとあの羽を広げて求愛行動とかしたりするから、うんうん、恐竜は歩でするんだ。さらにね、取扱説明書にはさっきね見た4コマ漫画も書いてあります。2足それとも4足どうやって歩いていたということで、2足歩行で歩いていたか4足歩行で歩いていたかっていうのがね、まだ定かではないってことが書いてあります。このプラノサウルスでは、うん、そういったいろいろな学説についても組み立てながら知ることができるので、ぜひね今回あの2足歩行と4足歩行好きな方を選んで組み立てることができるので、好きな方で組み立ててみてください。バンマニ、2人が組み立てて遊んでる間に私もプラノサウルスをこうやって並べてみました。すごすぎる。超有名なティラノサウルスだけじゃなくって、トリケラトプスにステゴサウルス、モササウルスに、そして2人が作ってくれたスピノサウルス、すごいね、うん、いっぱい。2人が好きな恐竜とか気になる恐竜いますか？ちょっと僕気になるのモササウルスかもしれないです。でかい、モササウルス、でかいしさ、台座がさクリアなのってさ、はい、もしかして水中だからみたいなのある？そうです。なるほど、はい、こういう点もこだわってるんですね。そうなの。恐竜の種類ごとにこの台座パーツの色もね違うから、うん、それもねちょっとディスプレイしがいがあって楽しいですよね。いいですね。しかもその外皮の状態でこう飾るのもいいんだけど、うん、骨格で飾るのもすごいいいから、かちょっと悩んじゃうんだよね。うわー悩むね。そう、うん、ちなみに私はあの恐竜界の中だとあのパラサウロロフスっていうね恐竜が一番好きなのよ。これ、おー、これか、あとこれ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 、すごい可愛くて大好きなんだけど、もうずっとファンなのよ。だからね、いつか商品化してくれないかなっていう気持ちを込めて、うん、できっとね、こうこの動画を見てくれている人たちにも、あ、この恐竜好きだよみたいなのがきっとあると思うから、うん、はい、あ、この恐竜来てほしいなみたいなのがあったら、ぜひコメントで残してください。バンダイマニア。そして現在プラノサウルスはキャラパキ発掘恐竜チョコとのタイアップで、プラノサウルス、ティラノサウルスゴールドメッキバージョンが当たる豪華キャンペーンを実施中です。商品パッケージについている緑のキャラパキマークを4枚集めて抽選に応募するか、キャラパキ発掘恐竜チョコに封入されている赤色の大当たりトレイを当てるとゲットすることができちゃいます。キャンペーン期間は2023年4月17日から2024年3月29日まで。詳しくはキャラパキ発掘恐竜チョコの5周年特設サイトをチェックしてみてください。今日は特別にプラノサウルス、ティラノサウルスゴールドメッキバージョンを用意していただきました。ちなみにランナーはこんな感じになっていて、もうキラッキラしてるんです。すごい。これがさ、もしかしたら当たっちゃうかもしれないって嬉しいよね、うん、キャラパキいっぱい食べなきゃパッケージがこちらになります。特別に用意していただきました。かっこいい、かっこいい、しかもあのプラノサウルスだから、うん、ティラノサウルスについてちゃんとねお勉強することもできちゃいます。なるほど、最高ですね。最高だね、うん、しかもさ外皮、うん、透明、
そう、クリアになってます。すごい、これも特別感ある、うん、外皮がクリアになってるおかげで、うん、骨格がね、透けて見えて、うん、よりちゃんと観察することができてね、特別感があるよね。これは嬉しいですね、うん、外皮をつけた状態でも輝きがもう分かりますからね、うん、これはやばい。抽選で5000名に当たるキャンペーンになっているので、キャラパキ発掘恐竜チョコをたくさん食べて、ぜひ挑戦してみてください。そしてこの夏、ワンダースクールにてプラノサウルス初の投稿コンテスト、みんなの恐竜学説コンテストが開催中です。テーマは君の学説に基づいてプラノサウルスを塗ろうです。プラノサウルスを作って塗って、君が考えた恐竜を応募しよう。詳しくはワンダースクール、もしくは概要欄をチェックしてください。バンバディ、今日はプラノサウルスを紹介しました。ということで、2人には実際に組み立てながら紹介してもらいましたが、はい、どうでした？勉強になりました。はい、プラモデルあんまりやったことなくて、最初めちゃくちゃ緊張したんですけど、うん、だんだん組み上がっていくのごとに、うん、やっぱ慣れてきて、どんどんスピードも上がってきたし、うん、何よりね、説明書にね、途中途中にさ、豆知識書いてあったりとか、勉強しながらプラモを組み立てるっていうね、うんうん、もうまさに一石二鳥の商品になってますね。そうだね、うん、楽しみながら学べるよね。はい、さっき私があの見つけたこの太ももの太さだったり、うん、このまあ外皮のこの質感だったり、うん、実際に作って完成したのを見ることで、その恐竜の特徴を知れるのがやっぱ嬉しいですね、うん、ね、そうだよね、うん、私もあの普段恐竜が好きっていうこともあって、はい、博物館とかによく行くんだけど、うん、この手のひらサイズで見るんじゃなくって、骨格とかって結構大きいサイズで飾られてることが多いから、うん、まあ、よくは見えるんだけど、うん、なんかあそこ気づかなかったみたいなところが結構、そのプラノサウルスを通して気づくことができたから、うん、プラノサウルスで気づいて発見して、その流れでもう一回ちょっと博物館行こうかなみたいな、そういうのもちょっと楽しいかなと思って。そういうやり方もありますね。そうそう、しかも自分で作ってるからすごいね、あの身につくのよ、知識として。確かに動かしながらやってるからやっぱ入りやすいよね。そう、見てるだけじゃなくって、やっぱ自分で作って組み立てて自分の手で完成させる喜びみたいなのがね、プラノサウルスだと味わえるから、こう一緒に組み立てて、そしてね、恐竜の知識もつけて、みんなも恐竜博士になりましょう、うん、プラノサウルスシリーズは現在好評発売中。本日ご紹介したプラノサウルス、スピノサウルスは7月29日発売予定、プラノサウルス、アンキロサウルスは10月発売予定、そして5周年を迎えたキャラパキ発掘恐竜チョコとの豪華タイアップ企画、プラノサウルス、ティラノサウルス、オールドメッキバージョンが当たるキャンペーンの応募期間は2023年4月17日から2024年3月29日まで開催しています。キャラパキは全国のお菓子売り場でゲットしてみてください。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。